ございます。今日は、山本さんという全国にねたくさんいらっしゃるお名前を、書いていきたいと思います。まずは普通にあのピシッとした感じですね。今日下にあの引いてますのはこちらは普通の A4 のレポート用紙です。でこちらがペンテルのでペン中字ですね。でこちらに、草書体で少し書きますが、山って書き方が2通りあるんですけど、まずこちら側これですね。これで、もっとこちらから上がってギュッと切って羽をちょっとこう折り返しといて止まって、こういう書き方ですね。この書き方って、表札でもしかしたら見たことがありますかね。でもう一つの書き方はこの辺こうからこんな感じで切ってこうですね。でそこからこういうふうに来ます。でこちらへこういうふうに回ってきてこっからこうです。これとこれがよくね使われる書き方ですね。はい、宛名書きとかあとそうですね、そうそう、やっぱり宛名書きが多いですかね。こういうモットっていうこれは結構使ったりしますね。そう、私出身が本庄市っていうところなんですけど、そういう時にはこういうふうにここからこういうふうにね書いたりします。でこれあのお名前だと、よく使えますので、サインなんか書くときでもいいかなと思います。はい、それでは書いてみてください。